ライズ・オブ・ザ・浪人、序盤の金作としておすすめの銀貨集め、それに役立つ猫の場所すべてマップ表示でわかりやすくまとめてみました。江戸エリアで36匹いますので、銀貨108枚相当になり、闇商人で強い装備を購入するのに役立ちます。全体としてはこんな感じですが、これじゃあ分かりにくいので5つのエリアに分けてみます。このように分けましたので、これから順番にエリア表示していきます。銀貨集めのお供に一時停止でもしながらご活用いただければ嬉しいです。それでは始まります。You're mine, mine, mine. It's right.